2回目やで。2回目それほど深刻やね今日。うわー相変わらずやな。うわーすごいなほんまこのエビ。どうもこんにちは、リュウです。今日はね、なんか柴さんが相談があるということなんで呼び出されまして、今から柴さんの元へ行きたいと思います。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。いやいや相談があるよ。でなんで赤丸。いや違うね、僕ね、今日ね、昼過ぎぐらいからめちゃめちゃエビフライが食べたかったよ。で、大きいエビフライが食べたくて、大きいエビフライの店探してんけど、ここは一番でかかったよ。いや、まあまあそりゃそうやね、だからちょっと行こうかな。2回目やで。2回目、それほど深刻やね今日。それほど深刻なエビ不足、うん、エビ不足エビ不足。分かった、とりあえず中で事情は聞こう。オッケー、行こう、はい、定食屋って感じやな。うまいね。とろろめっちゃ美味しそう。おー、卵乗ってる。いいなぁ。さて問題です。僕はこの4大メニューどれを行くでしょうか。エビが食べたいんだよ。ドラゴン。なんで。いや多分ね、こっちに関しては、ちょっと小ぶりやから、量があるけど、やっぱり男やったらこっち行くんちゃうかなと。いや、っていうか最初に言ってるでっかいエビフライが食べたいって僕言うたで。あ、そうや。そう、だからこっち。引っ掛け問題ね。引っ掛かってないけどな。うん。はい、ありがとうございます。はい。うわぁ、相変わらずやなぁ。でかい。ちょ、エビでかくなってない？前より。でかいような気がする。エビめっちゃでかなってない？あれかな、ちっちゃいの行き過ぎて、目の衰えかな。もうここの、このエビのでかい、でかささ、他じゃ味わわれへんから。味わわれ。見て。タルタルソースバリオ。え、前こんなのあったっけ？いや、なかったと思うね。グレードアップした。エビがでかくなったから、多分。またいつもにも増して、ペタペタされてますね、これ。そうそうそう、これほんまうまいよな。リュウちゃんだって前会った時さ、ぐちゃぐちゃだったのな。なんか、この逆にさ、こういくんだけど、こうなって、キノコみたいな。キノコみたいなやつ。もう落ちそうになってたもんな。うわぁ、すごいな、ほんまこのエビ。めっちゃ大きいよ、これ。大きさ伝わるかな。これ何センチぐらいある？ 30 センチはあるよ。30センチはあるよ。ね、30センチ足りてないよね。しかもここの分厚さ見て、この腹の部分やばいよこれ。めっちゃ勢いよく多分泳いどったで、その割り箸横にしたら分かりやすいじゃん。あ、割り箸ね、いきましょうか。割り箸を横にしましょう。割り箸を置いてみるとこんな感じ。でかいな。でかい。で、顔面でか、僕と一緒や。顔バリでかい、で、この芸術漫画盛りにめっちゃちっちゃく見える普通の味噌汁におそらく酢の物に普通のたくあん。前から気になってたんですけど、普通のたくあんって何なんですか。いや普通やな思って。普通やな。普通じゃないたくあんって何なんですか。いや知らん知らんけど、こんだけなんかガーってきたら、えらい量が。いや、まあ、普通じゃない。普通のたくあんです、ではいただきましょう。これね、このね、ドラゴンの一番の欠点は、このね、切らんとあかんのと、このご飯はご飯でお箸でいかなあかん、ここがね、一番 ね、きつい。まずちょっとお味噌汁。今日は味噌汁からいくんかい。うまっ。これ、あの、巻いてるやつ、巻き麩らしいですよ。巻き麩、これ美味しいよね。美味しい。めっちゃ美味しい。どちらからいくんですか。とりあえずここを解体してからの、あとは考えよう。ちょっとそれ解体したらもうあと丸かじりでええんちゃう。ほんまやな、ほんまやほんまや。ならフォークとお箸だけで済むんちゃう。ちょ見て、すごいから。ちょっと行きますよ。詰まってる。詰まってる。なそう。やばくないこれ。いいねいいね。じゃあいただきます。どうも。前もそうやったんや。お箸では持たれへんねん。重い。フォークでブスンって刺して持ち上げたらあかんのですか。いやいや、そんな。うわ、なんか出てんねん。これなんやなんや。ちょっと食べるわ。うめっ。ちょっと かなりちょっと手が痛い。大丈夫、軽症炎。うまっ。すげえな、これ出ました。やっぱこれここのエビフライに勝てるやつはない。衣じゃないもんね、身がでかいんだ、これさ、
ここいくらやったら1500円やろ、1480円、はいはいはい、やんか。これ多分他のところで食べたら3000円とか取られると思う。取られるやろね。タルタルソースの量入れすぎやろ海なっとるかな。ほんまにすごい、うん、うまいやろなそれ、うん、うまっ。最近さ、うん、赤丸さ、うん、めっちゃ儲かってるやん。はいはいはい。もう、うわぁ、並ばんとかんぐらいやん。だから還元祭じゃん。あー、なるほどね。タルタルソース、いや、僕ほんま今日、りゅうちゃんありがとう、食べ方。うん、これやでね、うん、男は黙ってかぶりつけ。うん、できんだよ、ほんと。なあ、あ、それいいな。なに、どっちが米かわからんかった。ん、どっち、どっちが漫画盛りかわからんかった。違うわ、柴田の顔は米一粒や待って、じゃあ想像してみよう。お米があります、うん、な、炊けます、うん、ちょっと膨れてます、うん、そのお米これよりってこうやったら米いくいく見たら僕やの顔が食べれるか、どうすんねん。ガシ選ぶなんでやねん、食えよ、うん、うんうんうん、重たい毎回言うね、うん、重い。女子片手で持てへんから両手やねん、うん、絶対無理よ。両方は食べやすい。うん、これ何か知ってる。何か知ってる。このエビ、ボタンエビ、知りたいかい。あ、そうや、そうや、そうや、よう覚えてんね、うん、めっちゃ溢れとったわ。そうや、一回聞いたな。そう、聞いた聞いた。これ何のエビなんかな思って、うん、うん、すげえなこれ。うわぁ、ほんまこのエビの時だけほんま僕欲しいわ。この頭の部分ちょうだいよ。いやいや、なんで一番うまいんや絶対いや。じゃあもう残りのその身ちょうだいよ。絶対いや一番おいしいね両方一番おいしいやん。そうや、そうか、一体もんやもんな、うん、そもそもは、うん、分けて考えたらあかん。あれ、うん、めっちゃ余裕じゃない。余裕じゃない、もうやばいと思ったからご飯だけいったいったおかず減ってないやろ適量は波、うん、うん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 。サムネ詐欺だから、ここのご飯毎回言ってる、うん、いやでもね、回を増すごとに、うん、ご飯のペースはほんまに早なってきた。違うで、回を増すごとに、うん、後の苦しさを知ってるから、うん、先にご飯行く。あ、速さでカバーしてそう、ま、満腹を感じる前に立ち去ろうと、うん、でカメラが止まった車の中ではいつも一緒と、うん、違う、考えてみて、油を先に行って、はいはい、ちょっと気持ち悪くなるんですよ。あ、まあ確かにね。なご飯入れへんやん、はいはいはい、お腹いっぱいになって、うん、行ってもまだ入れへん、うん、あ、まあまあワンちゃんね、うん、そこだよ。とりあえず今日タルタルソース多いな。タルタルソースの海みたいになってるわ、ね、タルタルソースご飯、ご飯したらいいや。おたくさっき僕の話聞いてたね、右から左に流れていった。いいなぁ、いいなぁ、いいなぁ。いいだろ。でも普通の人やったらねえ、そこで終わりよね。うん、これはうん、行くよね、やっぱりね。あ、始まりましたね。あ、うん、うん、でももう頭だけでしょ。で、ご飯、あ、でも今日早いからあれやんか、ほら、米あんまり凍りついてへんやん。そうやな、うん、これこうやって出すと、ほら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 、もうこの男ほんま動画やってことを忘れて一番見にくいポジションでほじくるんやもんな。忙しいね、今。ほらほら、いやうまそう、やばい。ほら、うわ、うわ、やばい、それこれ出してさっきと合わせて食いたかったな。うん、うん、うん、それ僕米につけて食べたい。そこだけでいいわ。こんだけでかいのあるのに、うん、そこだけでいい。じゃあ米食いにおかず巨大は、うん、天敵っすよ。あ、っていうことはりゅうちゃんは塩辛とかで、そう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 、あれ何やったら海苔の佃煮でいいし、うん、ご飯ですよ、一瓶と米限界食い。うんうん、いいね。ご飯ですよ、一瓶もいらんけどね。
そう、うん、味、うん、前にドラゴン食べたんていつか覚えてます？2ヶ月くらい前かな。そんな感覚でおる？うん、約半年。うっそ、ほんまほんま。だってあの動画が上がってるのが1月30日やから。うっそ、いや1月30日より前に食べてるじゃないですか、確実に。半年ぐらい。失礼します。お米はね、きれいに食べる手段やから、うん、そう、これ言われねん下品って。でもさ、掘れへんからさ。逆にその下品っていう方おるじゃないですか、うん、こびりつきついた時ってどうすんねやろ。ペロリンチョ使いどころ来たやん今日は。ああ、ごちそうさまでした。久しぶりで言える。デザートのレモンですね、うん、これ、うーわ2枚あんねん。知らんかった。1月30日も、うん、そのリアクションしてた。そうや、俺なんで最初にかけへんかったんやろな。学習しない男。ほんまに。帰ろう。しょっぺ帰ろう。あ、美味しかった。マジか。アホや。